まもなく本日のメインレースが開始となります。馬券を購入される方はお急ぎください。各馬それぞれスタート地点に着きました。本日のメインレース1番人気はナンバーブリッツ、2番はブラックプリンスと続きます。3日後の決勝を占う注目のレース、果たしてどのような展開になるのでしょうか。さあ各馬一斉にスタートしました。先頭はナンバーブリッツ、ランドアレスターがほぼ同時、ブラックプリンス、カイザーダイスも悪くはない走り出しです。ライトブレームは出遅れた。果たしてどうなってしまうのか。最終ラップに入って依然強いナンバーブリッツ、追いかけるブラックプリンス、ランドアレスター、カイザーダイスも最後のスパートをかけていく。いや、お前さんたちか。なんだなんだ、感心しねえな。演習活動中に競馬観戦とは。当然情報局でも彼らについて様々な推測をされていますよね。ちなみに目的はどうなんでしょう。破壊工作、それとも情報収集。へえ当初は半々だったが、今じゃその割合も変わってるな。37くらいってとこか。
それってどっちがどっちで。確かミュゼさんの言った順番は一応機密なんでこのくらいで勘弁してくれ。何か分かったら演習地の方に連絡する手はずにはなってるしな。そんじゃあな、この後もせいぜい頑張ってくれよ。では早速ネタを聞かせても。素晴らしいじゃないか。それじゃあ